昨日も甲子園で解説を務められました。雨の中ね、カープ1・2軍コーチを歴任されました。2009年からタイガース1軍やチーフコーチを務められました、おなじみ岡義明さんと電話がつながっています。岡さん、こんばんは。どうもこんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあしかし昨日すごい雨の中の試合というか、あれ解説やっててどんな感じなんですか、昨日見たな時って、まあ解説というより長いですね、試合が。2時予定が3時4分ぐらいですかね、はい、始まったのが。で、終了が7時過ぎてましたから、はい、まあ6時間ぐらいずっと座りっぱなしで腰が痛かったですね。辛いな、腰が痛いですか。まあ、それとね、本当選手も必死なんですが、はい、まあ昨日のような場合はもういろんな条件を加味した中でね、はい、どうしても最後まで試合をしたいするんだという選手のお互いの思いを感じましたし、はい、もうグラウンド本当、ちょっとした子供用のプールぐらい水が溜まってました。じゃあかった、内野ゴロなんかボールが、まあ、浮きはしないものの、本当バウンドが止まっちゃうようなシーンもありましたもんね。完全に内野ゴロでしたら定位置まで届かないんじゃないかというぐらいのね、雨の状態で。まあ、だから結局雨というよりは、はい、両チームがとにかく広島に行くんだというね、はあはあ、強い思いを感じるようなゲームでしたね。そうですか。で、まあ、初戦が割とこう締まった感じのメッセンジャーの報道があったり、はい、で2戦目がこう打ち合い見た形になって、どうなんですか、両軍の状態といいますか、なんか昨日みたいな感じはちょっと雨の参考記録なのか、どんな感じなんですかね、両軍っていうのは。ね、やっぱり、非常にやっぱりこう気持ちが入ってて、はい、とにかく両チームともに必ず広島に行くとい こう思いを感じる中でね、はい、なんていうかな、タイガースの場合でしたら、はい、やっぱりもう投手全部投入してもなんとか勝つということで、俊介、そして福留も調子いいですね。で、大山が昨日は5番打ってましたけど、結構ヒット4本ぐらい打ちましてね、うんうん、野手の方は絶好調ですね。なるほど。で、横浜もやはりちょっとロペスが調子落としてますけど、うん、やっぱり執念持っていくぞという本当気迫を感じるようなチーム全体の雰囲気はありますよ。はあ。岡さん、はい、どうも、自称カープ議員のボールボーイ佐竹です。あ、グランドキーパーの、あ、いや、違います。本番です。芸名なんです。あ、失礼いたしました。よろしくお願いします。よろしく。お母さんも本当シンプルに聞きます。はい、どうぞ。DeNA 阪神どちらが今のところ有利だと思いますか。はい、もう全くね、想像つかないという、はい、まあ相性からすればタイガースの方がちょっと一歩リードしてるかなと。ああ、なるほどなるほど。はい、で、状況にしてもね、引き分けても結局勝ちですからね。はいはい、そうですよね。だからそういうことを考えると、昨日の戦いでも6回に金本監督が同点に追いつくためにスクイズをしましたから。はいはいはい。だからまあ今の現状はもう政治的には五分五分でしょうけど、うん、まあ、地元ということもあるんで少しタイガースが有利かなと。ああ、なるほど。いう感じはしますけど、ね、皆さんタイガースが来た方がいいということで語ると思います。あ、はい、怖いですよ。怖いですか。怖いですか。それはね、やっぱり両チームの特徴を考えると、はい、横浜はもうそれこそ無手勝流というか、ドーンと来たら本当に勢いできますけど、うん、タイガースの方が試合巧者で、投手力は経験豊富で揃ってますから、はいはい、短期決戦になると、ちょっと嫌じゃないかなというのは、平等に見た目でいくとそういう感じしますよ。でも僕今回ですね、はい、結構中継ぎの投手も使われてると思うんですけど、その疲労の感じは大丈夫なんですかね。はい、いやもうね、ちょっとシーズン終わって日にちが経ってるでしょ。はい、だからもう結局ある程度肩休めてますから、はい、疲れは取った中でみんなピッチャーの勢いがいいですから、だから結局そのままゲーム慣れした形で広島に両チームどちらかが入っていくような感じがするんですよね。で、逆にカープが待ってるという精神的なものと調整は十分できてるものの、実践感が少しね、社会人なんかとゲームしたりしていろいろ調整してたでしょう。はいはい、そうです。と言ってもね、やっぱり実践感覚、もういきなり明日もう1試合してどちらか決まって18日からでしょ。はい、だから試合慣れという感覚ではやっぱりどちらかのチームがスムーズに入れる気がしますよね。ちょっと昨日の雨で風邪ひいたよっていうそういう情報ないですよ。誰か
私が言ってるのにビビってるでしょ。ビビってます、我々。ちょっとビビっちゃいます。ちょっとビビらしすぎじゃないですか。いや、ビビらしというよりは、これは、私の評論家の立場とすれば、そういうふうに見るだけであって、心情的にはもう当然カープの OB ですからね。はい、はい、そうです。うん、ね、まあ、言いやすい、言いにくい、いろいろありますよ。はい。だってもう、もともと大野寮長も務められた。そうです、そうです。生粋の、で、岡さんすいません、一個教えてください。はい。メッセンジャー、すいません、中4日、あるかないかと、藤波の使い方、はい、この二つ気になるんですけど、教えてくださいませんか。いや、私が決めるわけじゃないから、ちょっと難しいんだけど、でもメッセンジャーの気持ちというかね、はい。今回の骨折した後でも絶対行くんだという思いがね、はい。やっぱり、大和魂的なこうハートを感じる選手ですから、へー、これで行くでしょう。あ、頭で行くぐらいの気持ちでいると思いますよ。球数もそんなに無茶苦茶投げてませんからね。大和魂的なタイプなんですか、メッセンジャーって。うん、どっちかというともう日本も日本の野球に慣れてる、そして長くなってますから、はい。もともとカープに行く予定だったのがタイガース来たぐらいですからね、私。そうなんですか。いや、カープにどうもカープが最初声をかけたというかね、そういう行き先があったみたいで、返してもらえませんかね。広島来ればよかったのに。遠いでしょ、もう誰も来てますからね。広島いいとこなんですけどね。いや、やっぱりカープの見る目はやっぱり正しいというか、かなり、そういうことになりますよね。はい、よね。岡さん、こんばんは。カープ女子の大井と申します。はい、はい、どうも。ですね、阪神が怖いぞと聞いてちょっとビビってるんですけど、私たち DeNA も怖いんですけれども、うん、だからね、DeNA は勢いで来るでしょ、はい、で今年のカープとの対戦が非常に相性が悪いっていうね、はい、そうですね、負け越してます。それで逆になんか周りが引いてるような感じがあるでしょ、はい、だけど戦い方一つでしょ、はい、そうです、やっぱりきっちり普通の野球さえすれば、僕はカープは絶対横浜に勝つと思いますよね。普通に戦えば。だから横浜でちょっと異様な雰囲気の中で、ああいう3連敗なんか嫌な思いがあったでしょ。はい、確かにそうだ、そうだ、そうだ。ビジターだったから、はい。うん。ありえないことが起きたんでね。そうですよね。ええー。もうそれは、はい。普通に戦えば、もうほぼ勝てるとは思いますよ。うん、ありがとうございます。寮長、はい、はいはい。寮長。寮長。広瀬です。はいはい。お母さん、ジュンですよ。元気ですよ、お母さん。頑張ってんね。頑張ってます、お母さん。お元気ですか？元気、元気。昨日は長い解説、僕も聞いておりました。本当長かったですよ。どれだけ繋ぐかなって、ずっと聞いてました。どういうふうに。喋るのはいくらでも喋るんだけどね。ねえ、なかなか試合が始まらないっていう。もう、選手の思い考えるとね、あんまりこんなとこでやっちゃダメだとかいうことは、まず言えないんでね。いや、そうですよね。外野でもちょっと打球が飛んでエラーとかありましたし。そうそうそう。だから、はい、関係者も含めて、ね、こう、最善尽くした中のゲーム、展開になってるから、そうですね、やっぱり最後までやらざるを得ないというか、やって決着つけざるを得なかったですよね。そうですね、広島で待ってますので。そうだね、会いたいね。いや、 DNA じゃなくて広島で待ってますよ、岡さん、はい、あなたたちの言うタイガースが行くと私ついていけれるんですよ。そうですね、タイガースが勝つと岡さんも漏れなくついてくるという。漏れなくおまけですよ。もう岡さん来てくれますからね。またそこでお話もできますし。うん、まあ、本当ね、岡さんはやっぱりこう、僕も現役の時からいつも言ってくれたのが、順頑張れよっていう。へぇ、ね、単純な言葉やね。岡さんね。いや、でもね、絶対頑張れよって、下に追っても、ちゃんと、やることちゃんとやっておくよって言ってくれたのでね。まあ、ずっとお母さんには、優しい思い出しかないですね。あ、 ありがとう。ね、お母さん。でもね、はい。それに理解できて、その後に記録作ったじゃない？何打席連続ヒットとか。お母さん、お母さん、はい、CS の話しましょう。そうですね。懐かしい話。懐かしい話は。ありがとう、お母さん。ありがとう、お母さんになりますから。戻して早く。はい、そうですね。まあ、ただ。時間が決まってんだから。そうですね。ただね、なんていうんですかね、まあ、横浜も阪神も、まあ、意地というか、うん。なんかすごくやっぱ感じますね、両チームの。うん、だからもう今の現状ではね、もうやるしかない、うん、とにかく勝つんだ、行きたいんだという思いでお互いがやってるんで、うん、これを迎え入れるカープがどういうふうに対応するかね。まあ、そうですね、まあ、今阪神が来たとしてちょっとやっぱり嫌なのが、まあ、ベテラン組なんですよね、はい、活躍してくれると、はい、伊藤井、福留、そして鳥谷、
はい、この3人がちょっとこうね、ベテランの力をね、その1試合目初戦も福留さんホームラン打ちましたし、はいはい、試合の流れとか経験豊富な人が活躍してくれるとチームのその勢いがゴンって乗るなっていうのは確かにね感じましたんで、ちょっとその、やっぱりね、まあ、勢いのつけ方が怖いですね。あのね、要するに糸井と福留と鳥谷なんだけど、はい、まあ、普通に考えれば3番4番6番という形で、はい、その間に5番の昨日は大山なんだけど、はい、まあ、中谷が行くこともあるでしょうけど、うん、ここをどんな風にか抑えれるか、だから例えば福留が出、ね、ても、うん、5番で切っておけば意外とあの切れるんですよ。そうなんですよ。阪神のイメージはどちらかとつながれると怖いんですよね。そうなんですよね。あの福留さんとか鳥谷君はそのランナーいない時にポンって出てくると、うん、やはりこう、まあ、単打になっちゃうんですけど、ランナーがいる時にベテランにつながれると、うん、やっぱ嫌だなっていう、うん、阪神はその打線はそういう風な攻撃されると阪神は嫌な意味印象はあるんですよね。どちらかと DeNA の方はこうドカンドカンドカンっていうで、もう勢いでいっちゃうっていうのはありますんで、なくなりがこうパタッとこう静かになりますんで、まあ、両チームのそういう良さはありますよね。その通りです。なるほど、はい、だから今日もね、中畑清があの甲子園来てから放送だったのが雨で中止で、はい、DeNA を盛んに押してましたけどね、はい、まあそうなりますね、まあ、まあそうですけど、まあ、ただね、昨日あの岡さんも言いました、あのね、スクイズ、はい、ね、執念感じますよね、やっぱり感じますね。あの金本監督の絶対勝つんだっていう、なかなかこう僕も解説をやらせてもらってて、阪神戦でなかなかスクイズっていうのはあんま見てないんで、こう短期決戦のこう戦い方をやってるなっていう感じしますよね。ですね。なるほど、うん、甲子園で、まあ、2試合やられたじゃないですか、はい、このいやレギュラーシーズンとファンの皆さんのこのテンションってやっぱり違ってるんですか。やっぱりね、もう短期決戦ということで、はい、やっぱ後はないから、やっぱ盛り上がり方というかこう気持ちがね、すごく選手もファンもモチベーション上がってますよ。昨日雨の中でもお客さんたくさんファンの方いらっしゃったしね。そうですね。で、選手の顔を見ても誰一人こんな雨でというような顔してませんでしたしね、両チームともに。なるほど。うん。はあ。お母さん、明日、阪神は誰ですか？予想。いやちょっとね、これね、先発予報はないんで、能見じゃないかと思ってるんだけど。うん、はい、僕も思ってるんですけどね、能見かな、うん。はい。だからまあ、能見で、引っ張るところというか、まあ、彼の大体5回、6回ぐらいが定番なんだけど、はい。まあ、そのあたりを行って、あと繋いでいくというような展開になるとは予想してますよね。うん、相手はウィーランドですかね。ウィーランド、うん。前回やられてるしね、ちょっと、あまり相性のいいピッチャーじゃないんで、ね。そうなんですよね。阪神はウィーランドが若干良くないんですよね。そうなんですね。なので、ラミレス監督は結構データ重視をしてくる監督なので、はいはい、はい。ウィーランドを当ててくるんじゃないかなっていう。はあ、うん。また明日僕は、解説なんです、評論、放送なんです、一応、とりあえず私。雨降らせないでくださいね。また試合時間、会社が60何分遅れるとか。いや、私、放送数長いんですよ。まあ、お母さんが解説の時は長い。お話嫌いじゃないからいいと思うんですけどね、お母さんの場合は。いや、確かに、だけど、途中でね、だいぶ困る、ネタ切れなくて。今トイレの方が逆に心配かなと思いましたね。いや、そのあたりはね、はい、もう、なんとか我慢してね、水分全然取ってないですよ。すごい。だから頭痛します、頭痛が。うわうわうわ。すみません、お母さん、最後にちょっと聞いときたいんですけれども。もう最後？すみません、だいぶ最後のくだりになってきた。あ、そうですか。はいはい。すみません、ちょっと、何聞こうと思ったか忘れちゃった。岡さん、あれじゃないですか、はい。DeNA の関係で言うと、中畑さんとすごく親しいじゃないですか。同級生ですからね。ね、どうなんですか、中畑さん界隈の中で DeNA を推してる根拠とか、こんなことでこう DeNA いけると思ってるっていうのは、なんか勢いだけじゃなくて、なんかやっぱあるんですかね、やっぱり彼は過去ね、4年間監督した中で、ラミレス監督に引き継いで、はい、やっぱり自分が手塩にかけた選手多いだけにね。はい。だからやっぱりその思いと、そしてその成長ぶりをやっぱり彼はよく知ってますから、はい、そういう面でいけるということの後押ししてると思うんですよね。ああ。まあでも、思いが強いだけですよ、それは。ズバッといきましたね。はい。わかりました。やっぱり戦うにあたってね、やっぱり私はタイガースと やると手こずるんじゃないかと思ってます。わかりました。いやいやいや、もうこれ聞いとくだけでも僕らの小物の見方がちょっと一回フラットになったんで、そうですね。ええ、すごくいい時間持てました。
岡さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。岡さん、また、広島で会いましょう。はい。じゃあね。失礼します。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。どうも。この時間はカープ1、2軍でコーチを歴任、そして、阪神タイガースのチーフコーチも務められました。割には気さくなんですけれどもね。気さくですよ、本当に。お母さんって言ってました。お母さんじゃなくて、お母さん。お母さん。めちゃくちゃお母さん。そんな岡義明さんにお話を伺いました。